栗山明子の長く聞いてね。はい、なんと22回目の放送でございますよ。はい22回。22回です。着実にこう歩みが進んでます ね。 そうですね。すごいと思います。ありがとうございます。で、なんとね、20回目からはいマイクがピンマイクになったわけですけど。そうなんですよ。聞けたじゃないですか、やっと僕たち。やっぱりクリアで分かりやすいですよね、はい、そうですよ ね、 ね。さすが今まであの、はい、ボイスレコーダーで撮ってたっていうバランスが難しかったですもん ね、 ね、これまでね。でも皆さんは多分あの僕らの話してる声が一緒に聞こえてるんですけど、うん、2つのマイクで。そうなんですよ。別々に撮ったのを後でくっつけてるという。それぞれにピンマイクをつけてはい収録するっていう、なんかこう形としてすごく、はい、あの収録をしてもらってるという、意識がね高まりますね。 それっぽくなってまいりました。なってきました。いや、22回も続くとそうなるわけですよ ね、 ね。これが多分あの 4,5 回目だとちょっと無理でしたけど、うん、あったぜっていう、ねね、嬉しいあれですよ、はい、だから今後いて今眉毛がちょっと待ってください、ま、かけぼえまの眉毛を抜きながら、そうそう、眉毛の中に一本だけ、はい、本だけ髪の毛とかと同じ、はい、ヒゲとかの硬いのが一本だけ生えてるんですよ、僕それが気になるんですね。そうなんですよ、気になってて今こう引っ張ってた、いてって言ってましたけどちょっと痛かったけど抜けたんでしょ。抜けてないんです。抜けてないんです、ね、だから自分で切りますけどでもあれなんですよね、その眉毛とか失敗した時辛いじゃないですかちょっとねこう見かけが違いますからね、眉毛によって、はいはい、あの顔の印象って全然違いますからね。そうなんですよ。そうなんですよ。マスクなんかした、ね、日に眉毛おかしかったら怖いですからね。そう、気をつけたい。私たちってほら眉毛描くんですよね。あー、なるほど。だからね、眉毛の出来によって、はい、一日の気分が変わるんですけどあれあんまりうまくいかなかったら、うん、消せないんです。消すとか落とす。一回消しますよね。ああ、でもまたパタパタからやらないと。ああ、そっか。そこだけなんかね、そう。そこだけってわけにはね、そうか、難しいな。ね、これ多分あのお化粧される方はね、皆さん感じてる、ね、あるあるなんです、はい、うん。僕らはスタッフさんも含めてなんですけど、はい、別にお化粧とかしないですもんね。されないですもんね、うん、なんかね、でも男性でも舞台に立たれる方って、はい、結構眉毛をものすごく整えられてる方多いですよね、男性。ああ、僕らやや描いたり、普段デスクに座ってカチャカチャやってるだけなんであんまり、ね、することはないですよね。あんまりテレビ会議とかありますけど、まあ、その時こうね、うん、パタパタしたりとかないですもんね。整えてる人とかいるんですかね。でスタッフさんの方見ちゃいましたけど今のところあんまり男性でそういう人は見かけないんですけど、見かけない、でもいるとは思いますよ。身近にはいらっしゃらないですよね、はい、私たちはやっぱり舞台に立つ人って、うん、ヘアメイクさんが一人ずつつくじゃないですか、はい、で男性の歌手の方についてらっしゃる方が一生懸命やっぱり顔のテカリを抑えるパタパタをなさったり、眉毛をねこうちょっとこう触られたり、こう目頭ちょっと何かちょっとされたりする、あ、男性もきちんとこうねなさってるなっていう風にして、それは発見でしたよね。ああ、そういうのされてるんだと。多少例えば僕もあのお仕事でそういう収録とか行ったりすることがあるんですけど、はい、僕が出るわけじゃないです、見てることですけど、あのそこまで細かくなんかやってるけどなんか変わったのみたいな、 なんかいや男性はやっぱりそのいかにナチュラルにそれができるかで もっと難しいんじゃない。女性ってか思いっきり描くじゃないですか、はい、あの収録中に止めて、はい、メイクさん入ってきてなんかちゃちゃってやってるんですけど、そうです、え、か、なんそのね、変わった何って、そう、美学とかあるのかもしれないですけどそう、変わってないよね。でちょいちょい入ってこうなんかやってらっしゃるヘアとかね、はい、うん、みたいな、そのそういうのありますよね。ありますね、うん、そういう入ってきたがりのメイクさんとかがいるんじゃないですか。あ、それはね、うん、あの中にはいらっしゃいますよね。あ、ちょっといいですかって言ってね止めて、はい、何がっていう、ね、そういうのはあの気になりますねそっか、
か、多分皆さんはテレビとかで ね, うね見た時は出来上がったものですから、 その裏のね、はい、現場のそういった雰囲気っていうのもなんかちょっと物々しい感じはありますよ ね, そうなんですよね。はい本番ですって言って、ね、5、4、うん、で3からこう言わなかったりね、5、4、うんね、っていろいろありますけどありますね。そういうのがありつつので、はい、その眉毛ね、眉毛から話した人がやっぱり気になるんですよねさっきからずっとね、うん、あの左眉なんですよ、ね、そう硬いのがあるんですね。いつからだろう、あの子供の頃は違ったんですよ、大人になったある日、はいはい、突然気がついたら1本だけ何かこうなんか強い毛が、はい、自己主張のめちゃくちゃ何かそれアンテナなんじゃないですか、受信してるんですかねもう抜いちゃうと大変、なんかバランスが崩れちゃうとか、急に喋れなくなるとかなくはないですね。いやそんなわけないですよ、ね、今日はこれ番組紹介言ってないですね。あそうですね、じゃあすいません言ってみましょうか、はい、番組紹介お願いします。はい、 YouTube で配信するラジオタイプの番組、入山紀子の長く聞いてね、歌う看護師入山紀子です。はい、喋る会社員のかけぽんです。この番組は東京港区定築エンターテインメントさんの編集室よりお届けしております。はい、そうなんですよ、マイクが新しくなってます。そうなんです、ね、なんか事前のね、この、 あのお部屋借りていつも編集室から、はい、あのお話し合いするじゃないですか、まあ、はい、今日どうだったって近況を少しこう言いながらね、はい、あれが面白いですよね。そこが流せないんですけどそうなんですよ、あの、ね、なかなかね、そう面白い、バタバタが伝わってしまうような、うん、今週はもうバタバタすぎて、お仕事の後ですから ね、 うね、もう本当に皆さんね、あれは今日はだから、はい、スケジュールにはちゃんと収録なんですって書いてあったんですけど、はい、直前にあの外出の打ち合わせが入れられておりまして、はい、台本が間に合っていないっていう。そうなんです、皆さん今日はあの台本があるようでないようで、はい、それでもいつも通りにできるという。もうね、私一人じゃできないから、いつもかけぽんさんにね、おんぶに抱っこなんですよ。それでもなんとか、ね、多分あのお聞き苦しいことないように。ないと思いますよ。事前打ち合わせしっかりしましたもんね。したはずです。いろいろと多分あの、え、そんなこと聞いちゃっていいんですかみたいな。ね、いろいろね。ファンの方にはお聞かせまだできないですけど。そんなこともやるんですねみたいなそういうちょっと情報をいち早くいただいて、ねね、皆さんやりたいですよ ね、 いろいろね、そういろいろとやりたいこともあるし、うん、この後のコーナーでその辺もお伝えできる、詳しく ね、 ね、はい、じゃあそろそろちょっと曲の方をいただいてもよろしいですか。そうですね、あの、ね、はい、リクエストと一緒にメッセージをいただきましたので、はい、読ませていただきますね、はい、浅沼正史さんからいただきました、はい、ありがとうございます、はい、皆さん、あこさん、かけぽんさん、はい、こんにちは、こんにちは、こちらはですね、6月4日のことなんですが、はい、小手差しの男歌ライブで素晴らしい歌唱、楽しい時間をありがとうございました、はい、その後のファンの方々とのコミュニケーションも取れてとても楽しかったです、うん、でリクエスト曲、笑顔の花が咲くようにお願いしますっていう、こちらは浅沼正史さん、はい、それからもう一方は、辻明子さんです、はい、皆さん、あこさん、かけぽんさん、こんにちは、こんにちは、入山明子さんの在宅ナースケアの記事を読みました。本当に嬉しい取り組みです。今私も老老介護真っ最中で、健常者であっても介護は大変ですが、私のように心疾患の持病あれば本当に厳しいです。このような素晴らしい看護ケア本当に助かりますね。入山明子さん、勉強させられました、ありがとうございます。笑顔の花が咲くようにリクエストお願いいたしますということでね、2名の方から良いですね、いただきました。はい、はい、それでは入山明子が作詞をした1曲です。笑顔の花が咲くようにお聴きください。舞い落ちる雪
して一筋に心を燃やし巡り合えたあなたと共に一歩一歩歩き続けたい笑顔の花が10月にイベントやりたいですね。はい、10月8日のイベントのお話でございますということで詳細決まってきました。はい、少しずつね、はい、煮詰めてきましたよ。すごいです。まずですね、はい、席数が先着50名様という形でいきたい。そうですね、今のところ、はい、増えちゃった時は考えますけども先着50名様、はい、そうですね。で、うん、なんだっけなんだっけじゃない、長菊の公開収録をまずやります。そうなんですよ、公開収録。これすごいです。しかも、うん、毎回こう曲お願いしますって言っているところ、ね、もしかしたら、はい、ここがね、はい、ね、言っちゃいますか。言っちゃいましょう。はい、ぜひですね、皆様に歌っていただきたいんですよね。すごいです。そう、いつもは入山明子の CD をおかけして皆さんにお聴きいただいてるんですが、はい、うん、せっかく歌がお上手で大好きな方が多いので、はい、これから募集をかけまし て、そして4名様に、選ばれし4名様に、すごいですね、歌っていただこうと。四天王ですよ。四天王、はい、要はあれです、僕がよく、はい、じゃあ曲紹介お願いしますのところ、多分、はい、あこさんが3位。そうですね、皆さんの、だからその、あの、入山明子の曲で歌いたい曲を、はい、エピソードをお書きいただいて、それをご紹介しながら皆様の前で歌っていただき、かつその YouTube の中でも、この長菊の中でも、はい、その動画でね、そうですね、皆さんにご覧いただけたら最高かなと思ってます。つまりいつもはあのCD のジャケットの写真が出てる状態で曲が流れてると思うんですけど、はい、そうなんですよ。そこをなんと歌われてる方の動画で、はい、そうなんです、歌われてる方の歌声で、はい、配信するという、 そうです、その会話、新たな、ね、試みですけれども、はい、これまあ早めに言ってくださいねっていうかそうですね、うん、期間決めて、はい、いつまでにっていうので、その後、ね、厳正な、ね、はい、審査で選ばれし方にご連絡を差し上げて、そうなんです。で、ね、当日歌っていただきましょうという、はい、うん、でその後になんと、はい、まあ、あの J スクエア品川さんという、まあ、東京品川駅のすぐ近くにあるんですけど、はい、そういう収録もできるんですが、ええ、飲食ができるで、そうなんですよね。なのでファンミーティングをそのままやります、はい、やりましょう。しかもですよ、はい、まあ、僕もいるんですけども、ええ、スタッフさんもいて、はい、さらにスタッフ2号もう一人、はい、だスタ、いつものスタッフさんが1号だとしたら2号の仮面ライダーみたいになってますよね。参加していただいて、はい、例えば TikTok とか、はい、まあ、YouTube とか、使い方がわからん、はい、インストールもわからん、はい、撮り方がわからんという方々にレクチャーをちょっとして、うん、いいですね、はい、すごい特典ですよね。特典ですね。だからあこさんのやられてる SNS っていうか、はい、まあ、いろんなアプリがあるんですけど、はい、まあ、ご希望に応じてインストールから登録わからんっていうところはある程度、はい、お話できますね、はい、いや、まあ、時間が、ね、許す限りっていうのがあるん で、ね、あの 100% そのご希望に応えられるか分かんないですけど、うん、とりあえずスマホにインストールして、はい、使えるように。そうですね。で、 あこさんのアカウントをちゃんとフォローして、はい、フォローしていただいて、要はアプリを開けたらもうあこさんの情報出てくる、出てくるようにまで頑張りたい、いいですね。いいです。いや、私それね、
あの自分としてもね、皆さんにやりたいけどできないっていう方に、はい、うん、やっぱり一人でもね楽しみを、そうですね、うん、見つけていただければ嬉しいなと思いますか。あこさんが、うん、もうあの女子高生ばりに最新の SNS をいっぱいやってますよね、やられてるので、はい、多分皆様も ねちょっと追いつけてない場合もそうかもしれないですよね。なので、はい、そこでこう教え合って、はい、でいや私そういうの興味ないですって方は、はい、あこさんがフラフラっとこう、はい、アナログ対応します、はい、私が SNS 対応は、はい、もうあのスタッフさんたちに、ね、はい、長きくスタッフ1号さんと2号さんにお任せをして、はい、アナログ対応の方は私が、まあ、健康相談に乗ったり、それはまた別の特典としまして、いいですね、はい、眼食良好、はい、ご希望あれば脈を測ったりいろいろしたいなと思いますよ。はい、僕が何すりゃいいかなっていうのがちょっと、それはもう、はい、かけぽんさんはちょっとその場を取り仕切る喋りで、はい、あなるほど、じゃあ何もされてない方々が退屈をされないよう に、はい、ようにそこの全体フォローですよね、いじりに行くっていう形ですね。そうですよね、はい、でそのお酒も飲み放題で、そうですね、で立食ビュッフェみたいな形で出る予定なので、はい、ご飯食べていただいて、はい、立食でしたっけ？いやごめんなさい、嘘です。立食ではないです。着席ですね。立食はないな、僕が嫌です。僕が嫌です。腰痛くなっちゃう。僕はもしかしたら立ったまま喋んなくちゃいけないかもしれないですけどね。ワイヤレスマイクを多分渡されて、はい、なんか喋っててくださいっていう。そうですよね。っていうのとか、はい、あとはそのまあ YouTube 撮りたい、ここ撮って大丈夫かとか、はい、多分そうですね、あの YouTube なりにこう投稿したい方は聞いていただいて、はい、そうですね、でちょっと映るの困る方とかそういう、はい、アナウンスはさせていただいて、うん、ね、うん、映っちゃいけない方はここのテーブルとかね集めちゃったりとか、はい、まあ、いろいろ考えて皆さんがね、うん、あのご迷惑にならないように、そうですね、そして楽しめるように、うん、ね、全員参加だからファンミーティングだから、うん、ミーティングしないといけないですか、ケポン相談ミーティングです、打ち合わせですか、打ち合わせ、あの審議委員会でもいいですけど、長木区の審議委員会今後どう発展させるかみたいな、どういうコーナーにした方がいいかとか ね今日の公開収録を見て、うん、今後またさらにこう発展させるための皆さんのご意見をまとめながら、かけぽんがファンミーティング、頑張ります難しいすごい難しいです難しいですね、まあ、でも楽しいと思いますよ、なんだかんだ言いながら、そうですね、堅苦しくないので、ね、そうですそうです、はい、だからあの服装とか特にないんで、縛りはないです、ないです、はい、もう自由な楽な服装でお越しください、ね、ただなんか着てきてくださいねいやこれが楽なんだよって言われてね本当ですよねまあその良識の範囲内でやっていただけたらいいかなとは思ってますけども、はい、でチケットの方なんですけれども、はい、それだけその長くイベントとしてはやるので、ね、多分3時間は超えますよね超えますね、最初の収録とお昼ぐらいからだから食事がつくので、はい、まあ、お昼過ぎからの設定ぐらいかなっていうふうには思ってるんですけれども、それでそうですね、3時間はやっぱりありますね、3時間ぐらいあります、はい、で今僕らがさっきお話をしてる時に悩んだのが、はい、先に公開収録をするのか、するのか、飲み食いの中でやるのかだったんですけど、うん、お酒が入る前に収録はしたいですよね、収録をして見ていただいて、はい、まあ、セッティングの問題もありますから、そうですね、もう先にねそれをご覧いただいて、うん、その後なんかちょっとフリーな感じで、そうですね、ね、長きくスタッフ1号2号さんも、はい、そうするとちょっと気が楽になってそうなんですよ、皆さんにレクチャーするのが力が入るんじゃないかなと、はい、僕多分飲みながら喋ると何言い出すかわからないんで、うん、それはあの大丈夫、その場のにいる人しかわかりませんけど、ね、あとでカットしてもスタッフさんがねやばいのはカットしてくれるカットして優しいのでそんな形で、50名様限定で、はい、そうですね、チケットの方はですね、はい、ご飯も全部ついて、はい、お一人税込み1万円で、1万円ポッキリです、ポッキリです、はい、普通だったら多分、うん、ファンミーティングというより、まあ、あこさんと会って話ができて、うん、いろいろできるプラス、そのスマホだなんだわからんっていうのを、うん、詳しいスタッフが、はい、
教えてくれるっていうのは、はい、外でやると結構なそうですねあの金額になっちゃうんですけど、はい、頑張りますんで頑張りますのでね。そうなんですよ。ただスマホでこう聞きたい方は1個だけ、うん、はい、スマホを登録した時のそうです ID とパスワードっていうのが多分あるんですよ。あるんですよ iPhone なんか特に。はい、それが分からんって言われちゃうと、はい、実は何もできないんです。進めないですもんね、はい、先に。なので、はい、当日それが分からんと言われた方は、はい、すいません多分できません、はい、できませんまた次回、うん、でこれ好評だったら、はい、あのまたスタッフ僕も含めて行って、そうです、ね、あの、はい、とりあえずあこさんのお望みだった、うん、ファンの人がそういうネットとかに強くなって、うん、はい、そうなんですよっていうのを実現するために、はい、うん、あの番組以外でも頑張りたいなとは思ってますので、うん、ね、だから YouTube の番組じゃないですか、はい、長聞くが、うん、だからそれをあの皆さんチャットでも楽しめる人が少しずつ増えてきてるんですね、うん、はい、それはもう1人2人からでもいいから、うん、どんどん輪が広がってほしいなと。そうです、ね、楽しいじゃないですか、うん、ね、みんなでワイワイガヤガヤ、そうですよね、離れててもつながれるインターネットっていうのをね、うん、すごいですね。昭和の時代には考えられない。昭和には考えられなかったです ね。僕昭和の時はあのクラスの子とこう糸電話で喋ってドキドキするぐらいだったわけですよ。そんな感じだったんですね、うん、すごいじゃないですか。そうですよ。これは使わない手はないなと思うんですよ、うん、で私もわからないなりにずっとこのコロナ禍からやって、はい、3年ぐらい経ってやっと少しずつ分かってきたかなっていうところなんで、ぜひ皆さん引っ張り込んでですね。そうですね。そうなんですよね。あこさんだいぶ使いこなしてますけどね。いやでもまだまだ分かってなくって勝手にやってますから、効果的にやってるかっていうとそうでもなくて、やっぱり皆さんと一緒にそれをね、うん、育っていきたいなと。そうですよね。私も育ててほしいんで、うん、ファンの方たちがね結構動画も上げてくれたりしてるのも僕も拝見しますけど、うん、これがもっとね広がったらいいなという。いいですよね、はい、でチケットはどこで手に入りますかというのは、はい、あこさんのイベントに行った際にお買い求めいただけるような形 で、はい、グッズ販売 CD 販売をしている即売のところで、一緒にあのチケットも販売しております、はい、で講演会の入会の方は先にチケットを手にしていただいて、後ほど入金という形ももうきちんとこう登録されている方々ですので、それも全然 OK ですからおっしゃってください、はい、お誘い合わせの上。そうですね、はいはい、だから歌の申し込みをしたいなっていう人は、はい、これまたあの募集をかけますの で、 そうですよ、ね、曲を決めて、うん、なんで歌いたいかと か、うん、なんかそれにまつわる、ね、うん、思い出があれば選ばれやすいんじゃないかなと。そうですね、エピソードの、ね、思いますのでね、濃さっていうのは重要なので。そうですね、ぜひぜひ、はい、お待ちしております、はい、ということで、はい、曲の方いただけますでしょうか。はい、こちらがリクエスト曲、はい、雨の寄り添い花をお願いしますというのが来ました、はい、いろんな紫陽花が咲き始めて雨模様の日々が続いていて、関東ももうじき梅雨入りかなと季節の移り変わりを感じます。まあさんからいただきました、はい、さあそれでは入山明子で雨の寄り添い花お聞きください。
はい、ということでですね、フリートークのコーナー、フリートークのコーナー、とうとうフリートークになりましたけど、はい、フリートークがコーナーになったぞっていうまあね、台本書いてても多分フリートークって入れてたと思うんですけど、これから、はい、もうかけぽん忙しいんですから、はい、これを毎回持ってきていいんじゃないですか、はい、フリートーク困った時のね、困った時はフリートーク、まあでもお題は必要かなとは思っててふと思ったんですが、はい、これを今、収録しているタイミングというのが、はい、まあ、世の中的に賞与、はい、が出るとか出ないとかそういう時期なんですよ。そうですね。でですね、僕とスタッフさんの会社は、はいはい、うん、今回ね良、うん、かったみたいで、あ、いいですね、はい、って聞かされてました。聞かされてました、はいはい、でわーいってパッて開けたら、はい、あれおかしいなと、はい、あの額面はそれなりにこうこんだけあなたにあげますって出てるんですけど、はい、その下にこう引かれてるのがあるじゃないですか税金、まあびっくりしましたね。そんなに引かれてました。はい、こんな持ってかれちゃうのっていうぐらいガーって目減りしてて、うん、結局増えた分税金で も増えてるんだよ、はい、だから手元に残るのそんな変わんなくないっていう。ああ、そういうことなんだ。はい、なんか私そういえばもうここ20年ぐらい、はい、ボーナスってないから羨ましい感覚ですけど、でも税金が多いと高いですよ。なんかあのあれ結構は、うん、なんかこういうの買いたいなとかいろいろ、はい、引っ越し資金にもとか、うん、まああの、はい、スタッフさんは、うん、バイク欲しいなとか言ってたんですよ。うん、でまあ一発で買えるとは限らないですけど、はい、そのちょっとこう避けといて ね、うんうん、それ貯めてなんて言ってたら、まあ税金がすごい、じゃあ世の中的にも皆さんそうでしょうね、はい、きっと。なんとかしてくれよっていうぐらい税金は持ってかれてるわ、うん、いろんなものが値上がってるわ。ああ、そう、値上がりもしてるから、はい、ガソリンも高いし。高いですしね。でもガソリンってレギュラー100円とかじゃなかったでしたっけって言ったら、それ昔すぎるって言われたんですけどそんな昔なのかな。いつぐらいだろう。120円ぐらいだったような気がする。私100円か100円90何円ってあれいつぐらいですか、もう20年ぐらい前ですかね。なんか僕のイメージではレギュラーは安かったんですけど、廃屋ぐらい高くなってるんで。高い、今だいたいどのぐらいですか。うちの方はね、158円ぐらいかな。最近ガソリン入れてないですよね。でもね、都心に来ると170円台だったり、はい、そうで書いてないところで、はい、まあ、六本木なんかで入れようとはもうしない感じですけど、一、ね、回入れると高かったです、ね、僕はあの東京にある湾岸道路っていうのがあるんですけど、はい、そこのひょいっと乗る手前にやっぱりその値段が書いてなくて、書いてないところ、うん、結構持ってかれましたね。持ってかれるんですよね、うん。ああそうだよね、こっから乗るとそう、いや高速乗ってとか遠く行くでしょうっていうので、うんうんうん、ボラれたって思う。私のいるあの所沢インターの付近はものすごくなんか料金がお安いみたいで、皆さんに安いですよねって言われるんですよ。いいですね。150円後半だと思うんですけど ね、まあ、ね、とはいえ僕の場合バイクなん で、はい、でしかもそんなに入るものじゃないので、うん、はい、満タンにしてもまあ1000円いかないんで、そっか、少し返ってくるぐらいは。そっか、はい、今ね満タン入れるとまあランプがつくかどうかギリギリで入れると7、8000円くらいですね。ってことは多分僕の10倍ぐらい入るってことですよね。車の場合入るんでしょうね。もうあのそんなに入んないんですよ。そっか、うん、だからまあこまめに入れなきゃいけなくなっちゃうんですけど、うん、だからあんまり乗ってないです。だからいろんなものの、あの料金が上がってると、はい、上がってますね。給料も上がらないと辛いですね。辛いですよね、はい、何かをこう減らさないといけないですよね、はい、ちょっとうちは、うん、家賃が上がんなくて、はい、なぜか大家さんが、うん、家賃を送れなければ、うんうん、そう2年契約なん、2年更新なんですけど、はい、更新料いらないって言われるんですよ。
いいじゃないですか。えって言って、うん、いいんですか、うん、あの遅れないからいいよって言われて、あ、よかったじゃないですかね。そんなに遅れんのみんなっていうぐらいあ、そういう人も多いのかもしれないですよね。なので、うん、おかげさまでそんなに普通に家賃だけ払って、じゃあいいじゃないですか、はい、おりますけど、ボーナスありの。でもいや、あ、これぐらいだとなんか散財はできんなっていう、うん、締めていかないといけないですね。なんか飲み行こうかなと思ったけど、なしって思って。あ、そっか、はい、ね、なんかほら夢があるじゃないですか。ボーナスもらったら、はい、あれしよう、お姉さんのいるお店に行ってお酒を飲むとか、ね、夢なんだ誰か連れてってくださいそんなとこもう何年行ってないだろうと思いますけどね。そうですか。でもあれはやっぱり楽しいんですか。楽しく、疲れますよね。疲れるでしょ。やっぱ仕事の話とかを聞かれるので、うん、こういう仕事ですって言うと、うん、まあ、興味がある人だったりすると、うん、食いついてくる。でずっと仕事の話してる言わなきゃよかったとか、多分聞いてる方もそういう経験あると思うんですけど、はい、お金払って飲み行ってなんで仕事の話を永遠してるんだよって、はい、そうなんだ。そうか。なので、スタッフさんもうなずいてますよね。うなずいてますよね。だからなるべく言わない。だって座るとものすごい高いところってあるじゃないですか。はい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 。ね、でもやっぱりそれはもうあのそのお金払った分だけ、はい、いい思いができるんですよね。楽しい思い。チヤホヤしてもらえるんじゃないですか ね。きっとそういうことですよね。僕昔ベラボーに高いところに行ったんですか。連れてってもらったんですけど、はい、うん、どうでした。いや、あのこのお酒おいしいって言って、はい、その連れてってくれた人のボトルを一人で、はい、半分残ってたやつを全部飲んだんですよ、はい、でこれうまいっすねって言ったら、うん、あ、飲み終わったならじゃあ頼んどいてって言われて、はい、その僕が飲み干したボトル、うん、すごい金額でしたね。すごい高かった。本当に、はい、まあ、一人で分を飲んでたんですよ。いやーすごいですね、はい、指で表しました。指で表してちょっと金額がベラボーだったんで。すごいですね、はい、だからあの私たちは女性だから、はい、そういうところになかなかこう行くチャンスがないじゃないですか。はいはい。あ、でも新宿にいっぱいありますよ今。本当に、はい、あのイケてるメンズがメンズが、うん、そうなん、あ、そうかそうかそうか、そういうところか、うん、逆バージョンで、はい、かないな。行ってみたらいいんじゃないですか。経験でね。そう、結構アーティストさん行かれてる人いるって聞きますよ。そうですか、はい、そっか。まあ高いですけどね。高いですね。何の話してるのって、はい、税金です。税金が高かったって話で、まあ、多分皆さんも、うん、お店やられてる方とか仕入れ値とかがね、うん、ベラボーになって高くなってるから、だからあのちょっとね値上げしないとやっていけないっていう問題もありますよね、うん、大変だと思いますよ。でも値上げはもうしてもらった方が安心はしますけど ね。何かみんながいいような幸せなこうね世の中になってもらえるといいなと思いますよね、うん、難しいんですかね、うん、何でもかんでも、まあ、値上げしないと、うん、例えば気に入ってるこう街のお店とかが、うん、なくなっちゃうと、それが一番ね寂しいですよね、はい、そうなんで頑張ってほしいなっていうお店に、うん、だからできるだけお金を落とすっていうのを、うん、あのやってはいるんですけど、それがもう閉店しますなんて言われると本当に寂しいですよね。本当あれへこむんで、うん、あのダメ元で値上げしてくれても僕は、うん、まあ、それで行かなくなる人も当然いるとは思うけど、いい、そうですね、うん、そうやって、だって本当に景気良くないですよね。なんか株価は上がってるけどね、だから、うん、あの一部分の人でいいところがこうやっぱりこう、うん、良くて潤って、うん、で大変なところがねみんな大変でっていう風に分かれてくるんじゃないかなと思って、かなり分かれるんじゃないですかね。僕の周りにもやっぱり、うん、羽振りがいいやつ本当稼いでるんで。そうですね、うん、しかも別に悪いことしてるわけじゃなくてちゃんと、そうなんですよね、あの稼いでるんで、うん、
でもどんなに頑張ってもどうにもならんという人もたくさんいるからいらっしゃるんですよね。なんとかしてほしいな、してほしいなという税金の話から、はい、で税金はねそういうところにこう、うん、国が良くなるように使ってほしいですもんね。そうですよね、ね、皆さんから聴取されるんでね、本当です払いますもんねみんなね、うん、お願いします、あのスタッフさんにバイクを買わせてあげてください。本当ですねスタッフさんは大型の免許取っちゃおうかなとか言ってましたから、はい、本当に、うんね、大型車はお高いんでね、何をするにも高いですよ、高いす免許取るのも高いですよね、うん、大型ね。でも僕も大型欲しいんですよ、ね、いや私も取りたいんですけど中面ぐらいにしといた方がいいと思います。そうですね、あんまり大きいのちょっと危ないですよね。あと大型はあの教習所でこう倒れてるとこから起こさなきゃいけないのは結構重たいんで、それができないと免許取れない。はい、それができないとあの一番最初それがあるんで、あ、そうなんだ、起こせないと、はい、あのはいっていう、はい、ダメですっていう、まあ、なんかコツとかを教えてくれると思いますけど、ね、なるほどね、うん、なんて話をしていたら結構な時間になりましたので、はい、本当ですね、そろそろ曲をいただけますでしょうか。それではですね、皆様には今一押しの一曲をお聴きいただきたいと思います。入山明子で一泊二日です。ということで、なんとフリートークが続くんですよ間に曲を入れて続くんですよ、はい、続きます。前半後半ですね。そうですね。で、まあ今回もまたお題がなければなと思って、はい、今回はあこさんのお酒解禁の話です、はい、そうなんですよ。いよいよ、いよいよ、ね、10月22日以降であれば OK なんですよね。そうなんですね、はい、でいろいろあのイベントにするとかって話があったんですけど、はい、10月4日にファンミーティングやっちゃうんで、本当ですよね、ちょっと前になっちゃったんでね、はいはい、で、うん、僕がアコさんにここで飲みたいと言っていただいてたお店を抑えに行きますので、うん、はい、そうです、はい、嬉しい。そこに、まあ、有田さんとか、はい、スタッフ1号2号とか、はい、まあ、関係各位を呼んで、はい、もしかしたら定畜さんのお偉いさんとかも呼んで、はい、飲むと、はい、でその飲んでいるところはちょいちょい写真なり動画に撮って、うんうん、何かしらかで皆様にちょっとお見せすることがあると思います、はい、そのためにもさっき言った TikTok だ YouTube だが見れるようになってる方が良いですね、うん、という話です。あ、そうですね。とするとやっぱり10月の8日に、はい、そのネット関係を整えておいていただいたら、うん、一緒に楽しめると。そうですね、はい、でもよく考えたら、はい、例えばじゃあ、まあ、お子さんがいらっしゃる方もいいですけど、お孫さんがいる方なんかが、はい、TikTok 使ってたらお孫さん結構びっくりしますよね。本当ですよね、うん、へーって思いますよね。おじいちゃんとかおばあちゃん、うん、
え、TikTok やってるんだったらあのフォローするよとかね。そう、一応 TikTok ってすごい若い世代が使ってるのが多いんで、そう考えると、それはなんかすごいお孫さんとの交流っていう面でもすごくいいですよね、と思います。今皆さんもお孫さんの年代だと普通にできますもんね。そうなんですよ、ね、もう生まれた時にもうスマホがあるんですもん、うん、高性能なパソコンもあるし。そうなんですよ、すごい羨ましいと思いました、環境がね、うん、僕とかまあスタッフさんなんかとこんなことやりたいと思っても、はい、あと10年早く後に生まれてればドンピシャだったのにとか、うん、っていうことが多いんですよね、うん、だからでも別にだからなんだってはなくて、はい、いくつになっても新しいことはねやってみると楽しいですか、そうですね、うん、っていうのでそのお酒解禁を、解禁ですよ、飲めるのかしら、飲めるのかしら、本当にねえ、ねえ本当ですよ、なんであんな昔飲んでたんでしょうっていうぐらい飲んでたんですけど、よくやめて、ずっとやめてたなっていう、まあ、それすごいですよね、本当にある日突然やめたんですね、はい、まあ、ある日突然あの看護師も市長を辞めて、はい、この世界に入ってきて、はい、いろんなものがある日突然のことは多いんですけど、すごいですね、今度はある日突然飲み始めるんですから、ですよね肝臓びっくりしますよね、びっくりしますね、うわなんだ、本当ですよね、僕の記憶で自分の人生でこう、はい、昔思い出すと若い頃結構看護師さんとかとよく、はい、まあ、飲んでました、みんな飲んだりしてたんですけど、うん、皆さん強かったですよ、強くて、あのああいう、まあ、宴会チックなね、うん、皆さんでちょっとずつ集まって飲み会っていうのは多かったです ね、それで鍛えられたのか、すごく飲む回数も多かったですね、なんか僕もよくこっちがもう、ね、はい、みんな酒が回ってても、はい、強かったな、何なんだこの人たちっていう、そうですよね、うん、飲めた時にはその勤務が夜勤帯があるじゃないですか、はい、夜勤帯3交代だったんで、はい、1時に仕事が、まあ、定時だと終わるんですよね、はい、まあ、それが残業があったりして2時には終わる、その2時から空いてる店をもう何軒か知ってるので2時から飲むという、すごい、そう、昼間、でも昼間から飲みたいなと思う時はあるんですよありますよ、うん、夏の暑い日とかはね、はい、ですよね、結構僕らの職場の近くにも、はい、夕方、はい、3時とか2時だから3時からやってるお店があって、はい、そこの前をたまたま通ったりするじゃないですか、はい、仕事で、そうするともう昼間から、うん、飲んでらっしゃる、飲んでる方が結構いらして、なんかあの早い時間だとこ都内で歩いてると早い時間から空いてるところって、はい、夕方5時までとか6時までだと、はい、なんかその、 あの飲み物の代金がものすごい安く設定されてるところがあって、はい、あれじゃみんな飲みたいよなと思って、そうですよね、うん、でもあの時間から飲める、その都心の真ん中で飲めてるってすごいですね、で勝ち組なんだろうなわかんないです、背景はどんなのかわかんないけど本当ですね、どういう方がね、うん、もう今日はもう終わりでいいから飲もうとか ね、かそもそももうあの働く必要がないぐらい、あそういう方でね、そういう方がフラフラっと出てきて、はい、飲んでるのかもしれないって勝手に予想想像してます、そっかそっかそっか、うん、いいなと思いながら、かけぽんさんは、はい、ビール、ビールと、僕は本来は焼酎ですね、あ焼酎なんですね、はい、芋焼酎とかをロックで、ロックで、なんか最近ちょっと水割りとかにして薄めますけど、うん、はい、前はロックでしたね、うん、なるほど、というとあの痛風とかで苦しんだりしたことはない、ないですね、まだ、すごいですね、はい、いいですね、よく考えたら納豆を主食に1ヶ月生活したりとか、そういうのが体に良かったんじゃないですか、4回ぐらいやってますけどねなので1ヶ月にすごい量ね食べてましたけど、今のところはおかげさまで、ないんですね、はい、私のね周辺にね最近痛風の痛風持ちの方が多いんですよ、はい、で話を聞くと発作が出てる方がこの間いらして、仕事を受けてくださったオーナーさんが、はい、昨日から痛くしちゃってて、もう見るともう真っ赤に腫れてすごい痛いですもんね、
それなのに私のイベントがあるからって片方草履を履いてやられてたんですけど ね痛かったと思いますよね。だから納豆とか、うん、ウニとかね、うん、イクラとか、うん、結構好きで食べてたんですけど、うん、おかげさま今のところは大丈夫ですね。いいですね。でも分かんないじゃないですか、この、まあ、いつなるかはね。なのでちょっと気をつけたいなっていうそう、年齢を重ねていくとやっぱりどこかしら何かはちょっとずつ出てくるもん で、うん、そうですね、一番多いのがその高血圧とか糖尿病とか、はい、うん、でまあ痛風も飲んでる人は多いですよね。あれはなんかこうねえ、完治はないんですか、治るもんなんですか痛風って。あれも発作が出ないでずっと落ち着いてれば落ち着いてますけど、はい、薬をもう1回出た人は飲んでることが多いですよね。飲んでらっしゃることがコントロールするのにね、うん、なんかすごい、だって風が吹いても痛いって普通じゃないですよね。いや普通じゃない。私あのだから外来の市長やってる時に、はい、知り合いの社長さんがあの見えて骨が折れたみたいだって言って、うん、じゃあ整形に回しますけど、まあ、知り合いだから最初内科で見ましょうって言って、はい、確かにすごい痛そうで、うん、もうじゃあ松葉杖とか車椅子とかで案内してやったら痛風だったんですよ。ららららご本人にしたらもう骨が折れてるって思うぐらい痛かったっていうことなんですよね。うわね、痛風は痛いですよっていうのをね、経験ある人は今ずっと書いてらっしゃると思いますけど、私の知ってる人の中にも何人かいらっしゃるので、チャットとかに痛いんだよみたいな実はっていうのがね、うん、あるんじゃないかなと思うんですけどね。気をつけないと。そうですね。だからまあ、うん、痛風も気をつけますが、うん、あこさんの解禁の時に、うん、飲んでぶっ倒れて一泊二日とかなんないようにしないと、うん、そうですよね。本当ですよ。要は本当にそれまで飲まないで、うん、そのタイミングで久しぶりですもんね。そうです。だからあのそれをね、うん、あの私の母がすごく気にしてるんですけど、はい、私はのんべだったって言うんですよ、はい、で自分が飲まない母だから、はい、あのあんまりね解禁解禁って大酒を飲むなよっていう、ね、釘を刺されて飲まないよそんなにって言って、ね、そなんか飲んでるイメージがあったみたいで、なんか僕もせっかくやめたのにとか言って乾杯ってやってプハーもう一杯みたいな感じで行きそうですよね、うん、スタッフさんもうんって言ってる。なんかこの解禁日、解禁日ね、まあね、はい、あの収録じゃないけどちょっとそうですね、はい、ね、写真とか撮ると思うので、まあ、ちょっとまだ先ですね、イベントよりさらに先なので。そうですね、お期待いただければと、はい、思います。では曲の方をお願いできますか。はい、入山明子で私のふるさとお聴きください。ということで22回目の放送だったわけですが、はい、どうでしたかね。
ね、22回目、うん、なんかフリートークがそうです、ね、意外と盛り上がるんですよね、はい、いろいろね殿下の宝刀ですよ困ったら、はいはい、出してしまうということで、うん、まあ今後もちょいちょい出てくると思います。はい。ということで何かいただいているものがあるような、はい、はい、メッセージ届きましたよ。あの YouTuber になっていただいている鋼のたかちゃんからです。はい、あこさん、かけぽんさん、こんにちは。教えてくださいのメールです。はい、YouTube の動画について、はい、まず一つ、先日数本の動画をアップしているんですが、はい、チャンネル登録者数も少なく、はい、再生回数も少ないのですが、はい、コマーシャルがついた動画が3本あることに気がつきました。はい、これはどのように捉えたらよいのでしょうということが一つ、はい、そして2番目、動画に音楽を入れて編集してアップした動画、はい、著作権についての申告がついたのですが、動画は削除されず、影響はありませんとの文言があります。はい、音楽を挿入した動画を作る場合、特に気にせず編集して大丈夫ということでしょうか。ご教授願いたくお願いいたします。はい、CM がついている動画というのは、はい、これは、はい、YouTube というのは、うん、CM がついたものの、はい、お小遣いがもらえるようになるには、はい、うん、登録者数何人、はい、再生時間何時間というのがあるんですけど、はい、それまでの間でも CM はついてるんですよ。あ、なるほど。それは、うん、YouTube さんが、はい、AI さん、はい、美味しくいただいてるってだけです、はい、そうなんですね。です向こう側に行ってるというだけ で、あ、鋼のたかちゃんの方にはだってまだそうです、ね、その収益化っていうのが1000人でした。1000人、ね、登録者数1000人と動画再生時間が4000時間、ね、になると、はい、それがご自分の方に入ってきますよっていうことなんですね。そっか。じゃあもう地道にもう上げていって、はい、まあ、そういうのがあったら AI さんが選んでくれたということ で、喜んどいていいんじゃないですか、ね、で CM がついてるということは、はい、いきそうだ。いや、動画が例えば、うん、あのCM をつけるには不適切と思われたら、はい、CM つかないんで、はい、ついてるってことは今後その条件をクリアしたらちゃんと CM がついて、はい、うん、まあそんな多くないですけどね、お小遣いはもらえるようになるので、うん、なるほど、あんま気にしないで大丈夫です。そのままでね、じゃあ大丈夫です、はい、で2つ目の音楽を使った動画なんですけど、はい、だいたい警告っていうか、あの、はい、著作権、これは、うん、例えばあこさんの楽曲だと定築エンターテインメントさんの管理してる楽曲ですよ、はい、でも別にそのままで、はい、いいです、削除しなくても問題はありませんよっていうのがね、来ますよね。要はあの使ってるっていう認識を持ってねっていう、うん、はい、はい、うん、だもしその権利を持ってる人が、はい、勝手に使ってるって言って、うん、怒る人だったら、うん、多分あの警告になって警告が来るんですよ。削除になっちゃう、はい、曲を消しますか、うん、はい、それとも動画自体を消しますか、はい、ほっときますか、はい、でほっとくと、はい、それで権利者がまた怒ったら、うん、動画ごと消えますから。そうですね、はい、今は問題ありませんということなので、はい、特に気にしなくてそのままで大丈夫ですね、はい、ただ、はい、たかちゃんさんのチャンネル、まあ、皆さんのチャンネルがお持ちだとして、はい、収益化されました、はい、あこさんの曲をバンバンつけてました、はい、そうすると、うん、その動画の収益は、はい、定築さんに行くんですよ。定築さんに行きますよっていうことですね、はい、楽曲の権利者に行きますっていう、はい、そうですね、ことになるので、はい、なんかお小遣いなんねえじゃんみたいなねえ、うん、本当そうですね、はいはい、僕も前にあこさんの動画に、ね、あの自分のとこにあこさんの曲をつけたら、はい、その動画の収益は全部定築さんに行っております。そこをね、もうパッと入りますからね、はい、なので気にしなくて大丈夫ですじゃあもうこのままね、今日のご質問の2点に関してはクリアということで、はい、クリアです。では他の方も今やろうとした時にはこの2つ知っとくと、はい、あっと思わなくて済みますから ね、最初ドキッとするんですよ、ね、いい質問でしたね、はい、多分ドキッとされたんですよね、はい、タカチャンネルさん、もうね完全にあの、
僕が昔ドキッとしたのと同じようなことなんで、はい、同じところでこう引っかかってるし、はい、私もそうです、はい、そうそう、あこさんも多分最初の頃にはそういうことがそうあってえっと思って自分の曲なのにどうしようと思ったんですよ、ね、そういうのたまにあったりするんで、ね、ありますね、気をつけていきたいですね、はい、はい、ということで各コーナーの募集や宛先のメールアドレスはですね、この番組の概要欄に明記してありますので YouTube 動画の概要欄をご確認ください。はい、番組放送を通じてより良い番組にしていきますので、今後の配信もぜひお聞きくださいね。はい、以上入山明子でした。かけぽんでした。また次回。